はいどうも皆さです、えー。今日なんですけど、こちら。 海が聞こえるこちらの徹底解説考察をしていいきたいというふうに思いいます海が聞こえるっていうアニメ皆さん知ってますでしょうかこちらですねもともと映画ではないです今渋谷で映画館でやってるんですけれどももともとは映画じゃなくてですね日テレとかそういったですねテレビでやってたやつなんですねであのテレビでやってたやつが今渋谷で公開されているという形になりますでこれ海が聞こえるってジブリ作品なんですよ皆さん海が聞こえるかジブリ作品だっていうのを、まあ、知らない方もいらっしゃ と思うんですけ映画柄見てみてると、まあ、ジブリだということが分かると思います。で、このまあ作品はですね若手のジブリの方たちがまあ作っていった、まあ、そんな作品なんですね。高畑勇太さんとか、宮崎駿さんとか、そういった方たちがまあご高齢になっていったっていうので、若手の育成のためにこの企画をスタートさせたみたいな立てつけになっています。まあ、あのちょっと宮崎駿さんがあ,のあまり口を出さないようにして、その後ですね、えー、ジブリといえば恋愛映画がこう海が聞こえるのようなまずいって宮崎さんが言って耳をそませば、このあとすぐ作ったっていう。 まあ逸話があるっていう感じがあるんですがまあでもこの「海が聞こえる」僕にとってはめちゃくちゃ面白い作品でした。宮崎駿さんがちょっと 良くないっていうふうにおっしゃったんですが、この映画、めちゃくちゃいい映画だったので、ちょっと解説させていただきたいというふうに思います。はい、で、まああの、いつも通りですねキャラクター、そして物語、印象的なシーン、テーマ性、演出というところで、この5点を、ね、話していきたいというふうに思います。今回は印象的なシーンを結構深掘りして話していきたいので、演出とか、ね、物語とかをサクッと終わらせていきたいというふうに思います。では、行きましょう。 はいまず物語をえ軽く話しさせてくださいえ主人公はですねこう森崎拓という、えー、少年ですとでこの人はえ東京の大学にまあ通っているえー、人ですで彼は同窓会に参加するために故郷の高知に向かうんですがその途中高校時代の日々がまあ脳裏をよぎるとまあそういった、えー、立てつけで物語が始まりますで彼にはですね松野豊かっていう親友がいるわけですねで彼らが中学生だった頃学力の低迷を理由に 修学旅行の中止というのが決定されてしまってこう生徒の反発みたいなのがまあ,ありましたと。でそこでで学校側が希望者にですね、 え説明会を開くとっ言って全校、まあ、集会で発表するんですが希望者の募り方が挙手だったんですねでその挙手に、まあ、松野とそして森崎この2人だけが手を挙げたわけです、ね、でそれ以来2人は親友になっていったわけですねでそんな2人が中学から高校生になったえ高校中高一貫校なんで高校2年生になった時に、まあ、小さな事件が起こるとですね何かっていうと理香子という女子高生が転校してきます東京からえ学級委員だった松野がですね 理香子が学校に慣れるまでいろいろと世話をすることになったんですがその中で松野はですね「いや理香子ってやっぱ美人なんですねだからこそちょっと惚れてしまいますと」と舞い上がった松野はですね、えー、親友の森崎にですね武藤の家に行ってきた程度のことも興奮気味でやっぱ電話してくる、まあ、そういうふうなかなり松野は恋愛に夢中になって森崎に夢中、えー、いや理香子に夢中になっていきます。 でその状況がですね、森崎はちょっと不満で、親友が女にね、こうやってこう、なんて言うんでしょう、女でこう興奮しているというのか、そういうのがまあ若干不満だった、えー、男と友達と一緒にいるよ,いようよみたいな、そんな感じで、森崎はちょっと気に食わなかった、えー、ということがありました。で、理学子の転校は、両親の離婚に、えー、原因がありまして、理香子がですね、 母親の故郷に一緒についてくるという形になって高知にやってきたという理由背景があります。で、ただ理香子自身はですね、母親の決断というのにま若干こう不満を決断に持って いててて東京ににに父親に会いい行く計画を着々と立てていましたで主人公の森崎もねその計画に巻き込まれてしまってハワイで,ですね6万円貸してって言って理花子に言われて6万円を貸すみたいなでそれを費品使われちゃうみたいな感じで、まあ、その計画の一部に巻き込まれて理花子の東京旅行に付き合うっていうことに結局なってしまいますでその旅を通じてですね森崎は東京といいう場所に対する思いをね まあこう決定的にすするわけですよ。東京というところにちょっと憧れを抱いてそこから東京の大学に行くことになる、まあ、そういったきっかけとなる東京旅行になりました。でがしかしですね、まあ、かなりこうその東京旅行は、まあ、なかなかうまいうまくいくものじゃなくて、えー、森崎と梨翔子とね梨子の元彼と喧嘩っぽいことをしてしまったりですね梨翔子ともまあ若干こう梨翔子との距離は若干こう。 近づいたは近づいたんですがでもやっぱりまだ遠ざかっているそんな感じで振り回されしっぱなしの、まあ、東京の旅行、まあ、そんな感じでしたとでそんな東京旅行が終わってっちに戻ると、まあ、何も何もね理学はもうまるで何もなかったかのようにですねあの森崎のことを無視してえそういうふうな日々が続きますでところがですね文化祭の当日に、まあ、事件が起こって何かっていうと、えー、森崎あじゃないですね理科子が、まあ、文化祭に協力的ではなかったっていう理由でですね校舎裏に、えー、女子たちから呼び出しをくらって で、クラスの女子たちにこう囲まれてしまうわけですね。でいじめられてしまいますで、それでもですね。理学はまあ、持ち前の負けん気でですね。クラスの連長を蹴散らしてで、その状況を見ていた森崎はですね。何の気なしにお前ってすごいようなあ。あいう風うな。えっと 心が強いよなというふうな声をかけるんですがでそこでですねリカ子に「あんた最低」というふうに殴られてしまうわけですねでその後、と、えー、松野が現れてきてですね、このことを話すと今度は松野に「お前最低じゃ」っつってバーンと一発殴られてしまいますとでその後ですね森崎は、まあ、唯一無二の親友だった松野と疎遠だったりしてこのような思い出をたどりながらですねコーチにたどり着くっていう冒頭のシーンに戻りますはい。 で、このような、まあ、松野はですね、そしたら迎えに来てくれるわけ、ってたわけですね、空港に。で、松野が迎えに来てくれて、え森崎と松野はですねえ、近くの桟橋で当時のことを語り合って、いや、あの時ね、お前を殴ったのは、お前が武藤のこと好きだと分かったからなんだと、うん、でそういうふうに告げられるわけです。で、松野の手前、やっぱその思いをひた隠しにしていた森崎だったんですが、あの瞬間に武藤への、あの、梨花子へのね、思いがばれてしまってで、それでもってですね、 その後2人は同窓会に参加するわけなんですが、理科子の姿はそこでなかったと。でしかしながら、まあ、最近、えー、理花子と会った女の子から、まあ、私の好きな人はお風呂で寝ちゃう人なのって理花子が語っていたことを聞かされて。 えお風呂でで寝ちゃうう人っていののはまあ森崎のことなんですねこれ東京旅行で森崎がお風呂でまあ寝る、えー、理科子のことを思ってベッ,ベッドじゃなくてお風呂で寝るっていうことをしてたので、まあ、それがえ森崎のことではあるんですがで森崎はえ理科子との東京旅行でまあ自分のホテルの部屋に向と、えー、理科子は転まり込んだ折ですね、まあ、ベッドをえ理科子に譲って自分は浴槽を寝ていたということがありまして結局高知でえ理科子と会うことはその時はなかった同窓会の時はなかったんですが東京に戻った時にえ理科子と運命的な子とな で再開をするという物語になっってます。はいまあ、ちょっと物語結構ザーッと話してしまったんですが、まあ、こんな感じで「えー、海が聞こえる」の物語は進行していきます。で2番目にねキャラクターの話をさせてくださいキャラクターめちゃくちゃ魅力的ですジブリの作品の中で僕は一番キャラクターが魅力的なんじゃないかっていうふうに思うぐらいキャラクターがリアルで魅力的にこの作品は映ってます。 主人公の森崎はですね、かなり積極的でお人よしの性格だったりします。で、友達の松野はですね、かつ積極的で優しいという性格だったりします。2人とも積極的ではあります。あのこ朝礼みたいなところでね、あの2人で手を挙げてるぐらいですから、2人とも積極的な性格であります。松野だって、ヒロインのりか子に猛アタックしてましたよね。かなり積極的です。まあ、の厳密にううとと猛アタックというよりは、まあこう 一一緒緒ににずっとといいいるるここででううアピールするみたいなタイプではありますで、森崎に関しては、まあ、お人よしなんですねまずのことを思って好きな気持ちを出さないみたいなタイプだったりするので、まあ、お人よしなところがありますかつですねまああのリカ子のことを思っていろんなことをこう、まあ、ご用聞きじゃないですけどリカ子のために動くっていう人間でもありますまあかなり積極的でかつお人よしなところがあるっていうのが森崎ですじゃあヒロインのリカ子はどんな性格かというと憎たらしいぐらいにいじっぱりなんですねなななんんんででこんな子がモテるかっていうので、まあ、みんな 気になると思うんですが、こういう憎、えー、たらしく意地っぱりで、えー、成績優秀で、えー、美人でみたいなキャラこういうキャラは、ね、男子にはモテるんですよ男子キラーなんですね。 理カ子ってわがままだったりやっぱり攻撃的だったりするじゃないですかでもそれって人一,一倍傷つきやすい性格の裏返しなんですよつまり理カ子っていうのは自分にとって心の強い側面ももちろん持っているわけですね女性たちに対しては強い側面を出していましたよねでも弱い側面も持っているんですよ自分は何かとこう弱い側面がいっぱいこう理カ子出てましたよねお酒をたくさん飲んで嫌なことを忘れたいみたいな自分の弱さを表現する性格も出てましたしかつ生理なんだよね私 っていうことを言って、こうまあて言うんでしょう、ある種自分は不幸な子なのみたいなね、そういうこの演出もありましたよね。まあ、そんな感じでね、リカコって強いキャラ、攻撃的なキャラでありつつ、人一番傷つきやすいっていうキャラなんですよ。だからこそそういう防御反応的に攻撃的なキャラになっていくわけです。 傷つきやすくて友達からこう言われたことに対して傷つきやすいからこそああいう攻撃的な行動をしてしまうわけです傷つくのが怖いから先に相手を傷つけるでもそれが跳ね返ってきちゃうっていうキャラクターなんですねでそれでもって自分が傷ついてしまういじめられてしまうっていうキャラがリカ好なんですこういう女ってやっぱりね俗に言うツイッター用語みたいに出ると面白い女的なやつですよ多分男子にはね刺さるキャラクターなんじゃないかなというふうに思いますこういう美人でほっとけないんですよほっとけないやっぱわがままで、えー、自分か,かって行くからほっとけなか たりするんです。周りからこう非難されたり、女の子が非難されたりする女の子なんですけど、こういうキャラってね、やっぱほっとけないんですよ。あの、女の、男の子が好きな女の子っていうのは、自分に優しい女の子じゃなくて。 自分にこう何か攻撃的にわがままに振る舞ってくる女の子が振り回される自分が振り回し自分のことを振り回してくる女の子が男の子が好きだったりするわけですねこういうリカコっていうのはかなり、えー、リアルなキャラクターなんですねかなりリアルなキャラクターで男子キラーなもうザ・男子キラーなキャラクターがリカコなんだというふうに思いますおそらく監督の望月監督はですね、えー、かなりこのキャラクターこだわって作ったんじゃないかなというふうに思いますもちろん原作がありきではあるんですがこのリカコのキャラクターすごく、えー、生きていた といいう,うに思います、えー、演出の話ちょっとさせていただくとこの映画、まあ、時折ですねこう画角に真っ白いところがあってでこうなんていうんでしょう画面がどんんねタンタンタンとこう。 ズームアップしていくみたいな演出があるんですがこれはですね時間の切り替わりみたいなのを表現していますこの映画ですねあの2年前みたいなところで要は大学生の今と高校生の時のこの過去と今っていうこの時間軸の変化があるわけですねだからそれをこう画角の違いみたいなのでこう表現をしているっていうこの画角違いの演出表現がまず1個面白かったなというふうに思います 2つ目面白かったところがありまして何かというと数時間前とか数時間後のこうシーンをですね途中で最初に差し込むっていう演出がたま,に入ります、はい、あの数時間前数時間後にハワイのこうビュッフェみたいなところが差し込まれるシーンだとか浴槽のシーンもそうですね。 あのそういうことがあったのみたいな数時間前のシーンが差し込まれるとかねそういうのがまあたまに入りますでそれがね結構面白い演出だなというふうに思いました、はい、そしてあとテーマ性まずこれちょっと話させてくださいでテーマ性なんですけどこれめっちゃ面白いなと思ったのがこの「海が聞こえるの」の物語のポイントっていうのは何かっていうと森崎がいつ武藤を好きになって武藤があ森崎がいつ理佳子を好きになって理佳子が <laughs>「 いつ森崎を好きになったかやっぱここがポイントなんですけどじゃあこの物語何が一番ポイあのテーマ性で響いてくるかっていうと、えー、自分の内面に嘘をついていく物語っていうのがこの物語の大筋のテーマ性だというふうに思います。青春の甘酸っぱさっていうのを皆さん感じたと思いますこの映画で,でこの映画で青春の甘酸っぱさをどうやって感じれるかっていうとどういうところから感じるかっていうと自分の内面つまり森崎の内面に嘘をつくとをつくっていうところが 初めて自分の内面に初めて正直になって理科を追いかけていくそして理科校と再会をするここにつながっていくのがそのテーマ性をはらんでいる要素だなというふうに思いますやっぱりあの森崎の在り方の変容を, <laughs> を描いているわけですね、うん、海が聞こえるっていう作品の特徴というのはやっぱ主人公のモノローグがナレーションで進んでいるわけです主人公のモノローグがナレーションっていう場合 何がが起こるかといいうと呪術トリックみたいなものが使われます。つまり何が言いたいかというと森崎が考えていることが事実とは限らないということが挙げられますつまり森崎が言っていることは全部嘘の可能性があるということです森崎が「無藤に夢中な松野に不満なんだ俺は」っていう、えー、モノローグが最初の冒頭でねチャリンコ乗りながらプーってありましたとその時に松野の、えー、理科子に対する好きの感情がなくなってほしいんだっていう えこれ感情の裏返しになってます。つまり、そういった素直になれない青春誕がこの映画だったということがわかるということですね。はい。まあ、つまり、ですね。まあ、そんな感じでこの映画はですね自分の内面、つまり森崎が、えー、理科子を好きだって、えー、気づいてしまった、でも松野に対してそれが申し訳ないからずっとひた隠しにしてきた、そしたら松野に殴られた、それで自分我に返った、やっぱり好きだったんだ。 俺写真ずっと家に持ってましたよね。家にリカ、えー、子の写真がずっとありました水着の写真がずっとリカ子のことを思ってたということです。あそこがあるからこそで東京でね来てリカ子を見つけましたと。でそれでリカ子を見てあっリカ子なんじゃないかっつってこう。 行きますよね。あの電車の逆のホームに行きます。でも、映画の冒頭ではリカコっぽい人を見つけたんだけれども、それは会いに行かなかったわけですよ。うん、ほぼほぼ同じシチュエーションだったけれども、リカコっぽい人を見かけても会いに行かなかった。もちろん帽子をかぶってて分かんなかったっていうこともありますよ。ただ、やっぱり映画っていうのはね、あのドラ映画とかドラマっていうのは何がいいかっていうと、物語を通して主人公が。 始まりと終わりで成長しているっていうのがドラマなんですよ映画なんですよで明らかに森崎という少年はですね最初理学を見つけたでもその自分に素直になれないっていう状況は、えー は物語の冒頭が素直になれななれいいいという状況じゃないですか。だからリカコっぽいことを見,こう見つけてもあっち側ホームのあっち側にはいかなかった境界線の演出っていうんですけどああいうのを境界線をまたごうとはしなかったわけですねでも映画が終わるこの直前には境界線の演出あの線路が境界線になってるわけですでそこにこう越えてリカコに会いに行ったという演出になってるわけですねつまり成長を描いているわけですどんな成長かっていうと自分の内面に嘘をついてリカコが好きなんだけれどもリカコを好きじゃないってことにした 好きのこの境界性をまたがないということにしたっていうところから好きなんだっていうことを素直に受け入れてあっち側に向かったこの成長の演出が入っていると思いますそしてじゃあどれの物語のえこの物語自体がねやっぱ青春の甘酸っぱさを表現できているだからこそ表現できているっていうところだなっていうふうに思います。と、はい、いうところでテーマ性の話は終わりです。 最後、えっと印象に残ったシーンを話させてください。この映画ね、印象に残ったシーンがめちゃくちゃ多いんですよ。このね、印象に残ったシーンがめちゃくちゃ多いんで、まあ、ちょっと全部を話すとちょっと時間がないんですけど、なるべく全部話していきたいというふうに思います。すみません、全部長い動画になっちゃいますが、最後までご覧ください。はいで やっぱりね、印象に残ったシーン,印象に残ったシーンで、やっぱり印象自分が一番印象に残ってるのは、理科子が文化祭でいじめられたシーンがやっぱり印象的なんですよね。この映画ってさっきも言った通り、森崎がいつ、えっと、理子のことを好きになって、理科子がいつ森崎を好きになったかが、やっぱお客さんから見ると、ドッキになるわけですよ。で、結構、あの、なんて言うんでしょうね、みんな、まああの、僕と一緒に見た連れもね、いつ好きになったか分かんなかったみたいな。 話をしているんですけど、でもそのいつ好きになったかがわかんないのは当たり前で、そのいつ好きになったかを僕らが想像の余地があるのが面白いわけですね。はい。で、あれの映画って宮崎駿さんのジブリ作品とは違って事実。 ん数えてますえ。事実の羅列になってるんですね、「海が聞こえる」っていう映画は、あくまでこういう事実がありましたよっていう映画になってるわけです。宮崎駿さんの映画って、もうちょっとエンターテインメントしてて、要はつまり何が言いたいかというと、今ここで僕は好きになったよとか、今ここで僕はときめいたよっていうのが分かりやすい演出になってると思います。ただ、「海が聞こえる」はそうじゃなくて、結構事実を淡々と述べているっていう映画だと思うので、どっちかっていうと分かりにくい演出になってるなというふうに思います。だから、どこで僕らあ、どこで森崎は好きになったか、どこで武藤は好きになった かを僕らが想像できる余地があるちょっとアートめない映画になってるなというふうに思ってますじゃあどこでじゃあ好きになったかっていう話なんですけど理カ子がやっぱ文化祭でいじめられてたシーンここは重要なシーンかなというふうに思いますこれがですねじゃあどんなシーンかっていうと理カ子が森崎に惚れている、えー、理カ子は森崎のことが好きなんだと気づいた瞬間だなというふうに思います好きになった瞬間というよりも好き 自分が森崎を好きなんだって気づいた瞬間のシーンがこうかなというふうに思います。自分がクラスメートに囲まれている状況を隠れてね、もあの森崎が見てたわけじゃないですか。で、何もしなかった。で、最後になって、あのみんながね、退散してから、いや、お前、そうかったよ。っていうふうに森崎が言ってくるわけですよ。そうしたらね、森崎に対して、やっぱ最低って言ったように、ビンとしたわけですね。理カ子は、あこう、なんて言うんでしょうね、あの自分がね、あのなんていうんでしょう、いじめられているときに、 自分の好きな人だったら自分を助けに来てよっていうふうに思ってるわけなんですよ。意外とリカ子ってあのお姫様思考というかそういう白馬の王子様思考であるわけですから自分がいじめられている時にちょっと来てよっていうふうに、まあ、そういうふうに思うタイプなんですよね。東京の子ですからね。はい、あのおそらくこう <laughs>、まあ、ロマンチストでもありますでしょうし、まあ、不倫とかそういうのは嫌だっていう子で,子ですから。 あのロマンチストであるわけししょうし、まあ、結構理カ子はですねそういったあの今来てよっていうタイミングで来てくれなかったということに対してビンタしたわけですねで理カ子はですねあその時にあ自分は森崎のことが好きなんだっていうふうに気づいたわけですで理カ子が森崎を殴った瞬間の理カ子の顔を思い出してくださいめちゃくちゃ泣きそうな顔してましたよね感情の高ぶりが見えましたつまり <laughs> 森崎に対して怒りの感情だとか、えー、好きの感情だとかいろんな感情が溢れてしまってやっぱ感情が溢れると涙が出てくるわけ です。いろんな感情っていうのが味噌ですつまり怒り、好き、えー、そして切なさみたいなそんないろんな感情が湧き上がるからこそ涙が出てくるわけです涙っていうのは一つの感情だけじゃ出てきません怒り、喜び、悲しみいろんな感情が湧き出るからこそ涙が出てくるわけですなので直後の武藤の表情がそれを伝えているなというふうに思いますこのシーンはですね、森崎だからこそ殴ったわけです他の人がいやそんなこと言われたって <laughs> あの殴らないいいわけですす。よ。だだかか来て欲しかったんだという,ふうに思いますやっぱりそこにあの森崎だから来てよっていう不満が、ね、あったんだというふうに思います自分の苦しい状況を傍観されてしまったことに対する不満であって何で何もしてくれなかったのっていうふうに、えー、っと理カ子自身は思ったんだというふうに思いますでやっぱね何とも思ってない相手には <laughs> 何とも思ってない相手にはなかなかそういうことは思わないわけですな えー、森崎のことをめっちゃ思っているからこそどうでもよくない相手だからこそ、えー、すごく苦,を苦しくなってしまって何で最低で、ね、あんたっつってビンタをしてしまった、えー、というふうに思いますあとはですねやっぱあのー、他のシーンでちょっと印象的なシーンをここからどんどん話していきたいんですけど東京の男との <laughs> 三者お社会のシーンこれもちょっと印象的でしたね。 でやっぱ東京旅行の時にこの三者お茶会のシーンがあってそのときにリカ、ね、子の元彼とリカ、えー、子とあと森崎ここの三者で会談をしていたシーンがありましたでリカ子の元彼がリ、ね、カ子の母親に対して子供のことを考えたらひどいよねという話をするわけですで森崎はその発言を受けて親の気持ちも分からずにお前らくだらんというふうに席を外してしまいますこれ,こ,れもこれもすごくいいシーンで何がいいシーンかというと あの森崎のこの発言って母親があの飯を食いながら言ってた発言なんですよ。あの森崎がね親の都合で状況変わってしまうなんてかわいそうだねっていうふうに軽口を叩いてたシーンがあったじゃないですか理香子がね高知に来ましたでそれに対して親の都合で状況変わっちゃうなんてかわいそうっていうふうに言ってましたよねでもお母さんからこう言われるわけです。 母親なら絶対子供を連れてくるもんだ、親の気持ちは少しは考えろっていうふうにお叱りを受けてしまいます。その後に、え理カ子ちゃんのことちゃんと見なよね、あんたっつって言われちゃうわけです。でそこから、このお叱りがあったおかげで、森崎っていうのは、ね、理カ子っていう、え理カ子がその三者面な、あの、 りか、この元彼との会話の時にああいう発言が出てきたんだというふうに思います。で、この後ですね。森崎の前に現れた武藤はですね。まあ、ちょっとこう肩の荷が下りた感じである意味で素っ気ない状態になってで、その時にこう何て言うんでしょう。森崎にあのえっとりか子にとって。 森崎っていう存在がですね他の人とは違うものになったっていうことが分かりますえっと皆さんあの海が聞こえるのをあの理カ子が戻ってきてそしてベッドに座るシーンっていうのをちょっとぜひ思い出してください理カ子はですねガニ股で <laughs> ベッドに座るわけです今まで理カ子は結構おしとやかに、えー、振る舞っていました今までねでもあのシーンはベッドにガーンってガニ股で座るわけです女の子がガニ股で座るっていうことは 私は心を許してていいるるよっていうここととの表現であることがわかります。つまり森崎が他の人と違う人になったんだよっていうことが今あのシーンでわかるんだというふうに思いますそしてあのシーンめっちゃ面白いのが三者面なんで森崎が帰った後なんと私くだらないことしてるんだろうって気づいたっていうふうに思ったって言ってましたよねつまり自分のことを客観視したわけです恋って盲目で自分を主観視してしまうもんなんですね えっと、森崎がいた時はおそらく理カコは自分を主観視してたんだと思います。でも森崎が怒って帰っちゃった。そしたらなんか冷静になってきて、えー、冷静に見えてきて、なんかな自分何やってんだろうっていうふうに感じたっていうことなんだと思います。恋っていうのは主観的に盲目的になるもんです。森崎が好きだった頃こそ、あの時は主観的にだったんだけれども、えー、森崎が帰ってきてからあ自分が冷静になれた。つまり、あなんか私。 あの人のことでちょっと夢中になっててこうちょっと主観的になっちゃってたのかもしれないなっていうふうになって今冷静になった何これやってんだろう私帰ろうみたいな感じになったんだというふうに思ってます。はいでまあ、そんな感じででですすね、ね、あのー、森関はこう理ことこう,のこういったシーンを通してです、ね あのまあ、仲をよく、えー、していくわけでありますがリカコはですねあの <laughs> 子じゃない,いすみません森崎がリカコのことをじゃあいつ好きになったかっていうとおそらくテニスを見てたシーンなんじゃないかなっていうふうに思っています。でなんでテニスを見てたシーンがあれ好きになったかっていうと男っていうのはそういうもんなんですよね男って一目惚れをする生き物であのなんかちょっと女の子とは違うわけです。女のの子っっていうのはどっちかっていううはどちかと ずっと一緒に仲良く一緒にいいるっていうところで仲良くなるタイプなんですが好きになっていくタイプなんですが男っていうのは結構第一印象で好きになっちゃうタイプだったりしますいろんなギャップが見えたりしていいなっていうんじゃなくて可愛いそして運動神経もいい、えー、センスもあるみたいなそういったところでこう好きになっちゃう全然第一印象で好きになっちゃうっていう盲目、まあ、的な生き物だったりしますねそらくですね森崎がリカ子のに対する目が変わったのはおそらく <laughs>。 まあ、あのシーンかからなななんじゃないかなっていいう,うに思ってます、はいえー。つまりテニスの授業を見ていたシーンから好きになったんじゃないかなというふうに思いますその証拠にですね、えっと、森関がですね松野に対して、えー、頼まれてもいないのにですね体育の授業中の、えっと、理科子のすごさの話をベラベラとベラベラとするシーンがあるんですね。 このシーン、何を物語,物語ってるかっていうとあの松野に対してこう何て言うんでしょう自分はあの理香子のこと何とも思ってないよっていうのが裏目に出てるシーンなんですよつまり自分が好きなんだけど好きじゃないんだよっていうのを伝えるためにベベベベラベララベラ喋っているわけなんですね。こういうことあると思うんですよね自分がめちゃくちゃ好きだからこそ好きになっちゃったからこそこう、えー、松野に対して「いやお前の好きな 女の子のえリカ子すごか自分に嘘をついてこうある種こう何て言うんでしょう発泡んて言うんでしょう,、まあ、う,しょう口を、ね、口が達者になっちゃうわけですね自分に嘘をついてる時ってちょっと口が達者になったりしてしまうことあるわけじゃないですかそういった、まあ、あのシーンだったというふうに思いますあのテニスの、えー、シーンとテニスから、えー、終わってマス野に話しかけに行くシーンそれはこう言った意味があったんじゃないかなというふうに考えておりますでやっぱりですね、あのー 松野の思いを先に聞いちゃったからなんとか友情をこう優先しようとは思っている、えー、森崎だったんですが結局、えー、森崎もリカコに惚れてしまっていたということになったんだというふうに思います。やっぱり森崎はですねあのどうしてもですねが 無に家にただ訪れただけの連絡をしていた時も森崎はねスリッパの毛をいじりながらちょっと不満気にしてたじゃないですかこうチロ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 やって普通ら本来ならね友人の恋人を応援するはずなんですよでもちょっと居心地が悪くなっているわけだと思うんですあのシチュエーションっていうのは、えー、森崎っていうのはですね電話を取ると結構積極的にいや何だら何だら何だらっていうふうに言うタイプなんですよあの空港にに来てってっいう,ふうにあの の友達に電話をもらしもらう結構積極的にガガ言うタイプじゃないですかでも松野のその何て言うんでしょう <laughs> 家に訪れてきたんだっていう電話を受け取る時は非常に静か <laughs> 非常に静かになっていますで男が愛、えっと恋愛の場面でこう静かになるっていうのは 自分の好きな人がまあ、他の人をこう好きになってしまっている時、なんだというふうに僕は思っているんですね。まあ、体感値なんですけど、経験則でそういうふうに思っています。で、だからこそ、まあ、あのスリッパの毛をいじっていたシーンからもですね。おそらく森崎はあの時点でもうすでにリカゴのことを気になっていたということがわかります。はい。 でまあ他にもですね、やっぱりいろんないいシーンがありました。リカコが初対面の時と一番最後のシーンで、お辞儀の角度を違ったりしました。リカコが、まえー、森崎に初めて会ったシーン、お辞儀の角度結構浅かったんですよ。でも、リカコが一番最後、森崎と再会した時に、お辞儀の角度がかなり深かったわけですね。このお辞儀の角度の深さっていうのは、大人に私はなったんだよっていうことの演出として、かなり効いていたなというふうに、えー、思ってますで。そのからですね理子と えー、松野が会って歩いてる時に、まあ、働いている森崎を見て、えー、森崎の話をしたんだっていうふうに松野がハワイで言ってたじゃないですか多分理加子は初めてあそこにでこ,うこの人の存在を知って気になったんじゃないかなっていうふうに思ってます僕はあの。働いてるて,るてる、る頑張っ男 でちょっっとかかこよく映りませんかあの女性にしかわかんないところなのかもしれませんが働いている人ってちょっと大人に見えるんですよね高校生で働いている人ってそんなに多くないじゃないですかでその高校生で働いている人って多くない中で、えー、勉強もして働いていて頑張っているっていう森崎ってちょっと気になる存在だったと思うんですよだから理カ子はハワイで話しかけに行ったんだというふうに思ってますはい。で,でそれをねあの なんて言ううでしょう待つのっていう存在からああいう真面目なタイプから「あ,のあいつはすげえやつなんだよ働いてる今もねもう働いてんだよ」っつって,ってそういうふうに言われるとなんかちょっとこう余計なんだか,か余計かっこよく見えちゃってきたりするというふうにあの僕だったら思いましたはいであと他にもですね空港に、えー、空港でねリカ子と話すシーンがあるんですけどでやっぱね え森崎がね、空港に行くわけじゃないですか。そリカ子 <coughs> とその友達を、まあ、助けに行くためにね。男があれほどの行動力が出るのはやっぱ好きな女の子にだけだと思うんですよ。タクシーで空港まで朝っぱらからパーンってか飛ばして行きますか行かないんですよね。普通、ほっとくんですよ。空港マッチョレとえ。タクシーで俺向かうからって行かないと思います。一緒に行こうかって、その後、あの、整理になってね。あの 理科子に対して一緒に俺も東京に行こうかって提案してたじゃないですかああいう提案も普通出ないんですよあれほど男の子が行動力を出るっていうのは <laughs> それほど女の子が好きっていう証拠なんだというふうに思います、はいでまあ、あのこれ以外にも えー、風呂場で寝ているシーンとかね絶対に手を出すまいっていう感情だったり自分の心に素直になれないからこそ一緒の空間で寝たいんだけど素直になれないから風呂場っていう一番離れてる場所を選んだっていうシーンだったりセリだ,だよねっていう告白するシーンも私のこと分かってほしいっていう,こうある種の女の子的な感情が見え隠れする本来は強い女の子、えー、本来は <laughs> 子っていうのは強い女の子の存在なんですけど松野に対しては自分の弱さを見せるっていう、えー、もうそこの時点で気になってるよねっていうのが分かるシーンもすごく良かったなというふうに思いますあのすいませんちょっと印象的なシーンの話がなくなりましたけれども海が聞こえる掃除じてですね僕はすごくいい映画だなというふうに思います、えー、かなりですねジブリ作品としては止めが多い <laughs> 止めの絵が多いアニメだというふうに思ってますあのジブリ作品は結構動く。 人間の動きががかなり多いいいアニメ映画だという,ふうに思っているんですが海が聞こえるはどっちかっていうと、透明でしっかり場面を見せて、キャラクターの心理描写を見せて、キャラクターに感情移入ができるようにされている映画だなというふうに思っています。非常にめちゃくちゃ面白い映画でした。僕が若いからっていうのもあると思うんですが、ああいう恋愛映画は僕は好きです。耳も澄ませばより僕は実際好きでした。はいまあ、そんな感じでですね、海が聞こえるの話をやっていきました。気になる点がある方はメント欄ラでよろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思ったら高評価、あとチャンネル登録のほども、ね よろしくお願いいたしますそれではまた